キャンパス国立先端技術学校とは、フランスのパリにある工学系の高等教育機関で、フランスのエリート育成学校であるグランゼコールの一校で、ある。理系グランゼコールの中で、入学難易度が非常に高く、トップクラスのエリート校と認識されている。2019年に設立されたパリ工科大学のメンバーでもある。大学評価機関クアクアレリー・シモンズ。 2022年世界大学ランキングでは世界49位 QS グラデュエートエンプロイアビリティランキングス2022では世界12位に位置している。同校は現在フランス国防省の監督下にある公的な行政施設となっている。国立先端技術学校に入学するにはグランゼコール準備級でトップの成績を収めなくてはならない。また、 海外の大学から留学をしている学生も、多々いる。国立先端技術学校は、世界中の大学と、学生交流の協定を結んでいる、東京大学、東京工業大学、慶應義塾大学、スタンフォード大学、コロンビア大学、カリフォルニア大学バークレー校、ジョージア工科大学、ミシガン大学、トロント大学、マギル大学、 モントリオール理工科大学、ミラノ工科大学、ミュンヘン工科大学、シンガポール国立大学、聖火大学、北京大学、サンパウロ大学国立先端技術学校は学院、及び研究所であり、4つの研究室がある。ありがとうございます。